トム・ソーヤ島は世界のディズニーパークにあるアトラクション。ただし、パークによって名称や内容は異なる。小説、トム・ソーヤーの冒険をモチーフにした散策型施設で、ウォルト・ディズニー自身が直接設計に関わった唯一のアトラクションとされている。フロンティアランドのアメリカ画に周囲を囲われた島の形状をしており、ゲストが渡るための陸路は存在せず、 船のアトラクション、トム・ソーヤとをイカダで上陸する。オリジナル版には、インジャン城の洞窟、トム・ソーヤのツリーハウス、サム・クレメンズ・トリデなどがあり、当初のディズニーランド版、マジック・キングダム版、東京ディズニーランド版はいずれも、そのような内容となっている。一方、後発のディズニーランド・パリ版はテーマが、トム・ソーヤーの冒険から、ピーター・パンや、ロビンソン・クルーソーなどが混在した。 冒険一般に変更され、名称も特定の作品名を冠さないアドベンチャー島となっている。また、立地するテーマランドはアドベンチャーランドとなり、水路に囲われた島の形状はしているものの、橋などの陸路で自由に行き来できる構造となっている。さらに、現在のディズニーランド版は映画、パイレーツ・オブ・カリビアンシリーズをモチーフに改装され、 財宝を隠した洞窟など、同映画に登場する施設が追加され、映画のストーリーに沿って宝探しが楽しめるようになっている。これにより、本来のトム・ソーヤーの冒険の世界観とは異なるものになっている。パリ以外のパークでは、島へは橋が架かかっておらず、イカダを利用しなくては行くことができない。パークによっては、オフィシャル名案内では、島ではなく、 イカダの方をアトラクションとして紹介し、島そのものについては、アトラクションとして、別途紹介していないところもある。香港ディズニーランドには、島のアトラクションは存在しないが、ターザンのツリーハウスが、ジャングルリバー、クルーズの内側の島に立地しており、ここに行くための、ターザンのツリーハウス行きイカダが渡されている。ディズニーランドのトムソーヤ島は、2007年5月25日に、 トム・ソーヤ島のパイレーツの隠れ家の名称でリオープンした。映画、パイレーツ・オブ・カリビアンの世界を再現したアトラクションとして生まれ変わっている。これに伴い、トム・ソーヤ島にわたるイカダのデザインも変更されている。イカダでは、子供のゲスト向けに探検すべき場所を記した海賊の宝の地図がお土産として配られる。ゲストは、これを見ながら、島内の 各海賊ゆかりの地点を探検することができる。なお、アトラクションの日本名について、日本語公式サイトのメインページでは、トムソーヤ島のパイレーツの隠れ家と表記されているが、PDF のパークマップでは、トムソーヤ島と表記されている。ここでは全社に従って表記する。改装に伴い新たに島に設置された施設は、以下の通り、アドベンチャー島は、 子供のためのプレイグラウンドのアトラクション。他のパークのトムソーヤ島に類似しているが、橋でつながっているため歩いて島に渡ることができる。外骨岩、フック船長のガレー船、大地の体内、宝島の4つの探検エリアから構成される島で、島全体が子供が楽しめるように様々な仕掛けて工夫されている。外骨岩、 フック船長のガレー船の二つのエリアは、向かい合っているカリブの海賊の砦とともに、ピーターパンのフック船長内し海賊の世界観を構成しているのに対し、第一の体内、宝島の二つのエリアは、ロビンソンツリーハウスとともに、ロビンソンクルーソーの世界観を構成している。ジャングルが広がる、南の島。ロビンソンクルーソーの漂着した島をモチーフにしている。 釣り橋や村橋、洞窟、滝などがあり探検することができる。このエリアが全体的にトムソーヤ島に似ている。ありがとうございます。